皆さんこんこにちは大木静香ですシーラですすシラ今日も宇宙存在ミラーを時々こうね意識の中に入れながら皆さんとお話ししたいと思います。今日のテーマは次元が変わる時ステージが変わる時ですねどんなことが起こるのかということについてお話ししたいと思います。今この地球はですねすごい勢いで次元上昇しています。すすごいい周波数が高くなってるんですねそれに伴い私たちも 高い意識にどん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 こう選択なんですけど高い意識を選ぶ人はこういうふうに高い意識にこうなっていってますね。でそういうことを選ばないでこの地球の古い地球での遊びをやりたい人は波動を上げるっていうよりは周波数の高い地球にはついていかずにですね低いまま低い高いが悪いっていうことを言ってるんじゃないですよそのままこの地球のゲームをやってるっていう感じですね。 まあミラが言うにはですねこういうふうに次元上昇する惑星っていうのはそれもねこの物理次元でこう現実としてね本当はこの現実は幻なんですけれどもそういうふうに現実っていうものの幻の中で五感を使って遊べるっていうのは地球ののご褒美みたいなものなもんですねそしてそれがものすごいこう早い勢いで意識を使ってというか この現実が全てこの意識の影であるっていうことが明確になった上で自分の波動も上げた上でこの地球を楽しむっていうのはこの今のの今地球だけの楽ししみ方らしいんですなのでね、えー、まあそんなにね何度もないフェスティバルのようなお祭り騒ぎのような時期なので是非皆さんの中で自分のね この地球の次元上昇に合わせて皆さんも意識がね、次元上昇するのをお勧めしますっていう風にミラはね、強く言っています。で、地球のこの次元上昇に合わせて自分の意識が次元上昇するときに何が起こるかということをお伝えしたいと思います。もうね、一瞬ね、一瞬というかね、一見ね、めちゃくちゃちょっと嫌な感じですよ。<laughs> 一つ、 お金がなくなります。<laughs> もう一つ、人間関係が消えてなくなります。もう一つ、今までの仕事のやり方ではうまくいかなくなります。仕事だけじゃないですね。今までの、えー、自分がこうやろうとしていたやり方では、すべてがうまくいかなくなります。だから何が起こるかというと、一回ね、今まで持ってきた荷物を全部手放すっていうことが、 起こるんですね新しい周波数のところに行くのにはですねこの今までの周波数の違うところでこのステージで持っていた荷物は全部ここに置いてですねこっちに行かないといけないわけなんですよ。なのでこっちに行くって決めた魂からはです、ね、いろいろなまあ断捨離っていうことが起こったりあとその自我のねこの自我で喜んで遊ぶっていうところじゃなくてもう ワンネスっていうところの遊びをやりたいと思う魂はあのー、そこを決めてる魂はですね潜在意識ではね全然分かってなくても潜在意識、まあ、宇宙意識ですね宇宙意識があのここからここに行くためにこう揺れをぼかし使用してね無理やりねここでの執着を落とさせたりするんじゃないかなっていうふうに私は感じてるんですけどあのミラもそうそうってそうそうそうってあのうなずい深く 強く何回もうなずいてるので確かな情報みたいです。であの今日はね、えー、私に、まあ、何回もそういうことが起こったんですけど今回この地球の変革っていうのはすさまじくすごくてですね風の時代っていうのはユニバーーササルサーフィンを起こすす時代なんですね宇宙の風に乗って、えー、サーフィンする。 だから自分のエゴでこうしたいっていう現実想像とか引き寄せとかそういう次元ではないもうちょっと先の大いなる源とつながってそのワンネスのの中でで遊び方が始まるわけなんですねこれについてはまたね、えー、新たに違う動画でお話ししたいと思いますけども今日はね次のステージに行くとき私がまあどんなことが起こってて まあだから皆さん大丈夫よどんなことが起こっても大丈夫っていうねことをねお伝えしたくてこの動画を撮っています。というのはね今回のねこの地球の変革っていうかフェスティバルはね本当にすすごいことなんですよだからかつて私も何回も何回もこうね自分がこう次元上昇する次のステージに行く時にいろんなものをね剥ぎ落とされるようなことが起こったんですけど 今回はね、凄まじくね、いっぺんにいろいろ来ました。でね、一番辛いのがね、ここでいろんなものをなくすでしょ。お金なくす、人間関係なくす、仕事がうまくいかなくなるでしょ。うで、次の次元のステージのここが始まる前がね、一番辛いんですよ。見えないから、どうなるかっていうことが見えないから、次にね、 この次元が来るよって言ったら、これはね、めちゃくちゃ楽しいし、あの、自分の魂に沿ってることだから、あーんって、ほ歩ってね、ここの手放しが簡単にできるんだけど、全くこれが見えない暗黒の、ここから先行ったら崖に落ちるかもしれんっていうふうなところでの手放しが起こるので、めちゃくちゃしんどいですね。で、こう言ってね、あーって言って、あーって落ちた瞬間に、 実はこっっちになったりしますからね皆さん勇気を持って <laughs> 同じようなところにいる人大丈夫だからということで今から私の個人的なお話をしたいいと思います今回のねこの次元上昇の個人的な、まあ、ステージが変わるっていうことの,あの気配が起きたのがおと年しの年末ねソロライブをやったわけなんですね。 でソロライブをやったことで私の意識の次元ががバンと上がりましたでその時に自分の中であ一つの人生が終わったなっていうかこのステージでのやりたいことやるべきこと全部終わったなっていう感覚があったんですよ。それですっっごい満足したしたた幸せだったのねそしたら何が起こったかっていうと離婚しようって思いました。 あのもうこのステージでなんかねやりきった感じがあったんよ、ね、だ,だけどねこの表現の仕方はね今までなんでしーちゃんあんなにね旦那さんといい感じやったのに離婚したのってみんなびっくりした人も多かったんですけど私もねわからないんですよ。ただあもう違うなってあこのステージやりきって次に行かなきゃみたいな感じで本当にね 何かがあったわけでは本当になくてなんかててが終わっったたかから次行かなきゃっていう感じででねね離婚をしたんです、ね、だから本当ね元夫さんにはね今となってはねあ本当にごめんねって <laughs> なんかね冷酷にならないとね別れられなかったところもあったのでなんか冷酷にさせられたみたいなところもあったんじゃないかと思うんですけど。本当に全てをね 置いていてく感じはまだそこの時点では始まっってなかったんでですよでも夫との結婚生活っていうものを終わらせたことで私の中でねこう、まあ、彼がね本当にごく普通のサラリーマンの方でごく普通のこのちょっと変わり者の私あの枠から外れろ外れろって,言って皆さんにもなんか言ってて自分もね枠外しをねずっとやってきた相手 としては、本当珍しく、ものすごい常識的な言い方だったんですよね、元夫が。だから、私がいちいちやる選択とかに、一つ一つびっくりして、一つ一つ。まあ、反対するみたいな結婚生活。まあ、でも、結局、最終的には応援してくれるみたいなことが多かったんですけど。その十年間の結婚生活だったんですね。で、それが終わったことで、私がね、本当になんか自由になれたんですね、っていうのは。 彼があのやっぱりこう嫌がることとかを私はやっぱり彼をね大切にしたいと思ってたので彼の嫌がることはしないっていう価値観にこの私がですよ結構やっぱり別れてみて分かったんですけど合わせてたんですよねその結婚するまでは私はどちらかというと女性の友達よりも男性の友達の方が多くてですね本当になんかこう楽しく 生きてたわけなんですけど元旦那さんのことはね離婚してから本当に多くを語ってこなかったんですねな,なぜならやっぱり相手にご迷惑がかかるのかなって思ったのとフラットな音で話せるかなっていうのがあったからなんですねでもやっと今ね本当の意味で前の結婚生活を手放す時が来たなっていう感じがしていて自分の中でこうあ,あの離婚っていうのは本当に あの次元を終わらせることの始まりの一つだったんだなっていう感じがすごく明確になってきたんですね。だから10年間すごく家庭でね、彼の子供たちとも仲良くさせてもらって、本当にあったかなあの家庭のあったかさ、そして安心感っていうものを彼からもらいました。で、それがあるからこそ、 まあ他の男の人とご飯食べるのさえこうちょっと嫌な人だったので、まあ、そこをねやっぱりセーブしてたっていうか私はやっぱり彼をに幸せにな,なってもらいたいっていう気持ちがやっぱり一番強かったのでそんなん言ったらねそんなことなかったやろって多分彼は言いますけど私は私なりにそこはねすごくコミットメントしてたんですね。 で別れてみた時にああ本当に私って本当に自由が一番大事な人だったのであすごい自由になったなっていうふうに思いましたで今から思うと離婚が最初の人生断捨離の今回のねステージが変わる時の、まあ、人間関係が終わるっていうことの一つだったのかなと思いますでそこから始まってですねその次にやってきたのがあのミュージカルですね ザ・スター・悪魔と契約した男っていうね、ミュージカルを去年の秋に作・演出・葬式をして作りましたけど、その時に自分の意識がもうやっぱりめちゃくちゃ変わってですね、あ私の人生のステージ変わったっていう体感があったんですね。でその後本当にこの話は前にもしたかもしれないんですけど、ものすごい落ち込みました。っていうのが今までやってきたことが、 本当にできなくなくもう自分に集中しろっていう感覚自分の仕事をしなさいっていう感覚がねすごく強くなってそれまではねあの人の,あのライフワークのお手伝いをしたりとか仲間と一緒に遊んだりとかしてたんですけど本当に自分のライフワークに自分の仕事に集中しなさいっていう感覚がきてその時までねずっと一緒に行動を共にして。 その人の人人ライフワークを助けたたたりしてた人みたいな仲間たちと一緒に遊ぶ時間と空間がなんか自然となくなっていったっていう感じでっていうのはもう自分にすごい集中してたのでそんな感じでねそれはねやっぱり一時ねすごく寂しさを伴いました。でもやっぱりね 元の道は違うっていう今までの延長線上の道じゃなくてもうポンとここが始まるっていう感覚があるあったんですよねだけどここが何にも見えないから本当かどうかわからないでもただとにかくこれこは一人あることでくぐり抜けていく道なんだっていうことだけ分かったんですよねだから一人あることっていう自分の感覚だけにすごく 忠実に生きるっていうことを去年の冬にねやっててそういう中であるね各社の方あのおばあさんなんですけど本当に無名の方で表には絶対出られない方にご縁を頂い,いてその人にとなんか雑談してた時にその人が「もう自分っていうのはいらないのよ」って言った一言でバンって自分の意識から私がいなくなって覚醒が起きました。 で、その時の体験がねもう強烈でそれであこの道でいいんだって思うと同時にやっぱりねそのミュージカルでねあの赤字が2,500万出て2,000万借金を今もしてるんですけど家を担保、えっと、に入れて2,000万うちの会社がお金を借り入れてるんですね。で見てくださった方皆さんに言われるんですけどそのミュージカルは見るだけで覚醒する悟りが 起きるっていうふうに言われててすごく不思議な現象がいっぱい起こっててねそれはねなぜかというとそれを描いた時演出した時特に後半ですねエネルギーがこう変わっていくんですけど完全に宇宙意識のエネルギーーををダウンロードしてて作作品を作ってるんですよだからみんながその自分の中のワンネスにつながるような共鳴共振が作品を通して起こるんですね。 でこれ DVD でも起こるみたいなのでよかったら DVD 今発売中なのでお買い求めください概要欄に貼っといてもらいますのででそのミュージカルがねそれだけすごく評判が良かったのにもかかわらずなんでこんな借金ができるんやろうと思ってね落ち込みの原因の一つはそれだったんですよだけど結局それをね私がボイスのねあの大森さんバシャールを 本を出しているところなんですけど「ボイスの大森さんに言ったところ見てくださってたんですね大森さんが」えあんんんなななすごいもんがそんな赤字なのって言われて「いや私ね本当も物分からないからね誰の力もか結局かりかあのさい,あのいろんなもちろんお力は借りたんですよでもあの結局最初の4年前から割と一人で最後まで走ったみたいなところがあったのでそのお金のこともね あの自分の財産を使ったらいいわみたいに思ってて1,000万は用意してたんだけどそれ以上がちょっと難しかったんですみたいな言ったら「それはあかん」って言って「いろんな人をあのとのつながり持った方がいいから」って言ってねあの元格闘家の大山さんに,にご紹介いただいたりしてで大山さんが大山会っていう飲み会とかにいろいろ連れて行ってくださって本当に素敵なな、ね、人たちと今こう仲間づくりができててですね そんな感じでこうなんかいい感じなんですねそれと同時にまた別の方向からもあのここからはあれなんですけどと同時にその結局そのミュージカルが満席にならなかったことで招待を出さないといけなくなったんですよねで、11月5日の落日は満席だったんですけど4日の日が席がまだ空いててですねでも4日の日は 結構評評判が評判ががを読んんでで当日券ババンバン売れ始めてたんですよだから招待券出せって言われてもいや当日券で買う人がいるから当日券を結局招待出したら当日券が売れなくなるから自我の私は嫌なんですよ。でもミラと、まあ、ミラじゃないも,うもっと違う存在も今いるんですけどそれがそうしろっていうふうに言ってきてですね「もうしゃあないんやそれ」言われたら。 というこでで招待を出したんですねそしたらその日に来てくれたのがあの大滝冬香さんでダンスカンパニー「うずめ」の主催者でダンサーなんですよね。で、えっと、次のね本公演の作演出をしてくれっていうことでそこからもう来年ねとんでもない作品が生み出されますけどそれをこの前おろして書いたんですね。もう完全にそれは最最初から最後まで宇宙意識を ダウンロードしている作品なんですで私が作る作品というのはもう今後もですけれどもどれほど笑いに満ちたコメディであろうとやっぱりそこの、えっと、大いなるワンネスの大いなるこの源のところのエネルギーをダウンロードして作るっていうそしてそれを見て笑って泣くだけのことで目覚めが起きるなんかもう無理やりね大変なワークをしなくても次元上昇が起きるということで の作品作りをしていきたいと思ってコミットメントしてるんですね。で、えっ、ー、と結局その太田貴夫さんとのつながりの中から私はあるめちゃくちゃ特別な人との出会いを得ました。だから結局今の私はもう次のステージが今始まってるんですね。だからここは終わったんです。だけどここで起こったのがお金がなくなる、えっ、ー、とミュージカルも満席にならない。でもそのおかげで。 次のここでの人脈とかお金がないっていうことでここでの人脈作りと新しいお仕事この新しいお仕事っていうのはあのまあ大滝さんとのダンスカンパニーうずめのお仕事は完全に天のお仕事なんですけどもう一つね新しい企画これは私の多分人生最後のお仕仕事事になる大仕事ですそれが多分ですよまだちょっとねご本人にこれからお願いに行くんですけどその 私がこうやりたいと思ってるある出来事があってそのことを始めるにあたって結局その人との出会いがなかったわけですよねすべて満席でお金も赤字出さなかったとしたら多分ここでの出会うべき人と私出会ってないんですよだからお金なくした仕事がうまくいかないもうすべて万々歳 で次のことが起こるんですけどでもう一個ね起こったことがあの、ね、こ,とごとくこここととごくでの人間関係が終わっていきましたあのス,スタッフがねまず私の周りからいなくなっちゃって今までね本当によくしてくれて別に仲が悪くなったとかそういうことではないんですけど今までねあの私がこう一生懸命大切にしていたスタッフが、まあ、次のステージが彼ら彼女たちも始まったんですね、えー、いなくなくってですね。 いやー本当に寂しい思いをしましただけどねやっぱりここにいるべき人はいてくれてですねもうここが始まり始めてるんですねで今までね起こったこういう、まあ、人生断捨離みたいなことですね、まあ、仕事もね今までのやり方ではうまくいかないなって感じがして今大きくね変えてるんですよそれはねあのね もうねこれ未来に言われたらしいのにこの3日ぐらい目がめちゃくちゃおかしくてですねもうちょっと正直すごいまた「えー、またこの体」って来たんですよでもなんでここまで悪いんやみたいに悪くなったんやっていうふうに聞いた時にあのね本当にね,あのねこれはねこの前その各社の人とご飯食べた時にもね各社の人にねまだその時ちょっと目が悪くな,るなりがちの時だったから。 目がね最近ちょっと良くないんですよって言ったらね、あのミラは何て言ってんのって聞かれたから、ミラは外を見すぎ、もっと内側に意識向けろって言われた。って言って、ああ、その通りよって言ってあ、本当に外から内に切り替わる時なんだねって、それが始まったんだねってその各社の方がおっしゃったんですよ。んで、今日ね、改めてね、昨日今日があまりにもちょっと本当に調子悪かったからね、もう一回聞いたんですよね。 てかその前にね,あのねこれはねもうね仕事を整理しなきゃいけないと思ってあのいろんなことを整理してやめるもことは結構やめました <laughs> もう手放してもう本当に今からやることは私しかやれないことをやるっていうことに決めてですねで今日昼間ミラに聞いたら「みそぎ」って言われました。あの本当にに、古いいいものと、あとあらない外側に くっついていてる私の業とか欲望とかそういうものが全部終わらないとさっきも言った新しいいいここででのの魂のお仕事に入れななみたいなんですねそれはね本当にねちょっと今まだ内容は全然お話しできないんですけど多分ねそれはね作品ができるまではね絶対外には言えないぐらいの。 レベルのでき多分国家を私はね国家をね動かすと思ってるんですよ。で国家を動かすぐらいのねお仕事なので私がね外にね意識を向けてね右往左往してるようなレベルであったらそのお仕事はできないんですよね。で結局目っていうね一番外に意識が向きやすいものでこう合図が来たんかなっていうふうに今は捉えてるんですけど、あのー、今までのね こともねね考えて、ね、そういえば今まで人生のステージが変わる時ってことごとくいいこともあったけどなんか修行させられることも起こったなと思ってそれで思い出したことがあるんですけどあの大切な親友がね急にまあ私の人生からいなくなるっていうことが3回ぐらい起こってて、まあ、その最初はちょっとどんな風に霊的にかはからないんで。 まあ置いといて2回目いなくなったから脚本家としての大親友がいなくなったんですよねで結局それはあのまあ現実的にはちょっと彼女が離婚の危機になっててちょうどその時が私が人生のモテ期が来てなんかお互いのなんかこう人生が全然カラーが違ったからその上である誤解が起きてまあ私の人生からいなくなった 感じで私はね彼女のことが大好きだったから本当につらかったんですけどでもねもし彼女が私の人生にいたらね私は今もね連続ドラマをガンガン書いてたと思います小説家にはならなかったですね。ということは舞台演出家としててののの今の魂のお仕事も始まってないんですよねで結局時間というのは未来から流れてきているので未来どんな、えー、出来事が起こるかで今 現在こう軌道修正のためにいいことも悪いことも起こったりするんですよね特に悪いことはそっちじゃないよこっちに来なさいっていうことで悪いことが起こったりするんですねでそれを考えるとねもう一個思い出したのが私「臆病な僕でも勇者になれた7つの教え」で小説家デビューしてるんですね連ドラを2年間休んでもうそれはね本当に勇気がいったんですけど小説を書きました。 それもね、読むだけであの勇気が出るっていうチャクラを開いていける形になってる小説なんですけどその小説を書いた時にね1週間で6万部れるっっていう超ベストセラーだったんでですよ。でねその1週間で6万部になってこれからいけいけっていう時にあの家族がトラブルを起こしてですねで私がすごい罪悪感 こんな私は世の中のために良くないみたいに自分を叩き始めてですねもう外に出たくないっていうこれ以上表に私は出てはいけない人間なんだっていう風に自分をバッシングし始めたんですねそれは本当大きいですね自分の意識がねもう表に出るの怖いとか出てはいけない人間なんだって思った瞬間からあのその初速っていう本のね売れ行きがパーンってこう 収まりましてそりゃそうですよね自分が出すエネルギーが全てなのででそういうことが起こったんですねでそれをねなんであの時あれが起こったんだろうっていうことを私の中でねどっか謎だったんですけどあのね私はやっぱりまだまだ未熟なので天狗になるところでしたもしあのまま行ってたらでやっと今その外のいや今でもね あの今ねあのリールがね17万再生回っててなんかすごい勢いでインスタのフォロワーがあのあのすごい増強してるんですよ。そしたらねつい言い気になって「イエイイエイ!」ってなりそうなんだけどだけどねそれがすごく本当に外向いてて外の評価によって一喜一憂してることなんだなーっていうことがだから言い気になってもいいけど。 だけけど傲慢ににななっっててはいけないっていう風にだから自分が本当に何者でもない何もない私はいない存在だ私のない無の存在だっていうことを忘れてはいけないなってその「どうやって私めっちゃすごいやろ」っていうふうに「どうやって <laughs> ね」ねしたい私もまだいるんですけどそっち側に行き始めたら真がというものを忘れるのでそういうことが宇宙の計らいでね 起こっったんかななて今は思うんんでですねなんでねそのことに気づいてたかっていうとその年末に出会った各社の、まあ、おばあさんおばあさんっていうエネルギーじゃないからおばあさんとは言いたくないんですけど、まあ、表現ではおばあさんと言っとくとその方がずっとまあ瞑想生活をやってこられてる時に自分の師匠と言われる人がいてそれはとても有名な瞑想家の方なんですけどその人に あるすすごいい悪口を言われたらしいんででよねでその前に何が起こってたかというとそのおばあさんはあのめちゃくちゃ目覚めているので一言一言が人の私にこったみたいに一言で人がバンって目覚めるような周波数を出される方なんですよだからどうしてもなんか人気が出るじゃないですかだからそのコミュニティの中でうわーって彼女を中心に人気が出始めたらしいんですよ。 そしたらその彼女が師匠と思う人が悪口を言ったことでその周りにいた人がみんなバラバラっていなくなっちゃったんですって。で彼女は2ヶ月ぐらいすっごい苦しんだらしいんですよ。なんで先生はそんなことを言うんだろうって。でもね2ヶ月経った時にはって分かったらしいんですよ。あ 私は傲慢になるところだったったて私に傲慢さが出てきた時これ以上目覚めが起きないっていことが分かったので私は何者でもない本当にその辺にいる人であるべきであるっていうだから絶対表にも出られないですしただこの前もねあのうちのファミリーでご飯を食べた時にもう言う一言一言が本当に深くてなんかみんなすごく ほーってなってましたけどでもそれ普通の日常会話ででそんんなな感じなんですよねだから結局その方にはお,お師匠さんがいてそのことをされたけど私にとってのお師匠さんはもう宇宙ソースまあミラー、まあ、ミラーお師匠さんじゃないないやいや師匠みたいなもんやけどなだけど相棒ではそのうう人たちがやっぱり私が天狗になろうとしたらそっちじゃないよっていうふうに。 教えてくれてるんかなっていうふうに思っててですね。あの、もう一個、それと思ったのが、その最近出会ったある素晴らしい方がですね。その方はものすごい。えっ、ー、と、まあ、ちょっと特別なお立場にある方なんですけど、孤児院で育ってらっしゃるんですよね。中学、高校だったかな。で、私はね、すごい不思議だったんですよ。なんでね、その方は孤児院に入れられるようなことが起こったんでしょうかって。 そういうお立場の方じゃないじゃないですかって言ったらある人が人々のね苦しみを知るため慈悲の心を本当に心身ともに知るために学ぶためにそのことをまあ起こしたっていうかその人が起こしたとかっていうことじゃなくて本当に彼をこう育てようとする人たちがそれをあえて選んでそうしたっていうことを聞いたときにねなるほどと。 でその時、えー、とその方は自分の立場とか出自、えー、というものをご存じなかったので多分いろいろ苦しいこともおありになったと思うんですよね。でもその後ものすごい人々のために貢献されててねすごいお仕事をされてるんですよ。でそういうことを知った時に人生ね全てトントン拍子でうまくいく。そそしてそれで ということじゃなくてねやっぱりどっかでこうしゃがむ時があって特にね世界を引っ張っていく人っていうリーダーシップを取っていく人はそういうことが起こるんじゃないかなっていうふうに改めて思いました。で今回はねあの私の中でお金仕事、まあ、人間関係以外にも、まあ、断捨離というものが起こってですね 家族っていうものに対しての意識変革もついこの前すごい起こってですね本当に手放しました。で今後これからはですねとても大切になってくるのが本当の意味においての魂の仲間たち絆ですねこれからねあのそういうネガティブなことも含めていろいろ起こってくると思うんですよね。それは 魂磨きのためにもう魂磨きとか新奇臭いこと言いたくないんやけど、まあ、それがわかりやすいからまあミラ的に言うと魂のお遊び <laughs> 魂のお遊びってかスピリチュアルゲームって言っとるけど、まあ、そういうふうな要するに周波数を上げる遊びですね要するにミラ的に言うと周波数を上げていく遊びの中に、えー、ネガティブなことの方がグンって上がったりするからそういうことを起こすって といいうことみたいなんですねで今この地球においてはですねこの地球のこの次元上昇にがあの激しく起こっているので目覚めを起こして真が自我がね、えー、本当に私がいないっていういたとしても本当に小さい真賀の状態を普通として生きる人がどんどん増えてきます。でそそののの時にに今はねその目覚めに向かっている段階なので こここういういいいいい人人生断捨離みたいななととががね、起こる多多分多いんじゃないかと思います。だからね今皆さんすごいネガティブなことがねお金がなくなったり人間関係がもううまくいかなかったりそれとか仕事もねなんだかなみたいな感じになってたりあとはね体調とかいろいろ起こったとしても絶対大丈夫です。未来からあなたが決めていること私はね目を覚ましてこの地球を 楽しむっていうことをもう明確に決めてるので目を覚ますっていう方向に物事が動いてですね眠りの方に入りそうになると現実を止めたり体調悪くしてパーンってこう頭突きで「戻れ!」みたいなことが今までも起こしてきたしこれからもまあもう外嫌やけど、まあ、私すぐねやっぱり外に走り込んでいって「イエイイエイ!」ってなっちゃうんでそういうことも起こるんかなと思います。 なので皆さんね今ネガティブなことが起こってたとしてもそれは一見そう見えるだけで絶対に大丈夫ですあなたの魂の望みの方向に向かってるからこそ起こってることだと思って安心してくださいそして、えっと、今ねこの最近出てきたのが、えー、ユニバーサルサーフィンっていう感じでこの風の時代っていうのは宇宙の風に が吹くじゃないですかそうすると波が起こるじゃないですかこの宇宙の波に乗ってサーフィンするユニバーサルサーフィンをしていく時代なんですねなので、えー、現実創造とか引き寄せっていうことが大事だった次元を超えてもうこれからは神話で、えー、自分がもう空っぽの状態でこの宇宙の大いなるソースの糸通りに魂の共鳴を起こしてユニバーサルサーフィンを 起こす時代になっていきますというわけで、えー、今日のお話はですね次元上昇が起こる時人生に何が起こるのかということで、えー、私の体験から皆さんにシェアさせていただきましたもうこれからね本当におもろい時代がどんどん起こってくるので一緒に仲間になって、えー、楽しみましょうミラの本がね えー、秋ぐらいに出ますなのでその前の、えー、夏前ぐらいから BSD のコミュニティを立ち上げますのでの今ねいろんな人から BSD のなんか大きいクラブとか入りたいとか問い合わせいただくんですけど今現在お入りいただけるのは、えー、BSD のコミュニティをこれから立ち上げるので。 えー、その案内を送るので、えー、とメルマガ登録または LINE アットに登録しておいてくださいそれと11月22日に、えー、ミラノ本の、えー、出版イベントがありますでもスペシャルなゲストが今ね2人決定いたしましたそれを改めてご披露いたしますのでまた楽しみに待っていてくださいそれでは次の動画でお会いしましょう 今日はどんな現実作って遊ぶエンジョーイ